これ何のユニフォーム？オランダ代表だけど、これが持ってるのはレノファの正式な T シャツ。レノファの正式な？レノファの T シャツこれ。次はベルディとだ。絶対に勝つぞ。ああ。はい。負けんぞ。勝つぞ。何なの俺さんそれ。なんちゅう格好な。少林サッカー。少林サッカー。レノファって今これな。こんな感じな。これ。2006年って書いてる。これ去年のチームができて、2006年にできて、うん、去年で10周年だったから、10周年記念ユニフォーム。レノファって、レノファって昔からあったん？うん。最近かと思った。歴史は1920年からある。でも昇格したんだよ、そしたら独自帳に来なくなったけどね。はい、だからポーズ決めて。なんだ、そのポーズ。いやーす。はい。もう一枚。普通に座禅してやろう。座禅して。座った仏様の二人が、大木がここにあるようなイメージ。そういうの、大仏教とか調べたんですよ、ね。スリランカ南伝仏教ですね。私は南伝関伝仏教とか。野村さんへで、なんかその、数図が、数図が似合って合ってる。ちょっと浄土真宗式で。行きます。はい。はい。オッケー。